デウリノの,の和約、あるいはデウリノの,の休戦、デウリノ条約は、1618年12月11日に、調印され、1619年1月4日に、発行した、講和条約で、ポーランド・リトアニア共和国と、ロシア・ツァーリ国の間の戦争を終わらせた。この条約により、ポーランド・リトアニア共和国は東へ領土を伸ばし、1629年に、 スウェーデン・ポーランド戦争でリボニアを活場するまでの間、連合の歴史上で最大の領土を実現することとなった。連合はスモレンスク周辺にスモレンスク県をチェルニーヒル周辺にチェルニフ府県を置き、14年半の休戦を宣言した。ジグムント三世王の息子ブワディスワフは戦争中にロシアの大貴族たちによりモスクワのツアーリとして選出されていたが、彼は サーリーを放棄しようとしなかった。1632年、デウリノの和訳での休戦期間が終わると、両国の間で、再び敵意が高まり、ロシアは奪われたスモレンスクを回復すべく戦争を、開始した。1635年に、ポリャノフカ条約が結ばれて、スモレンスク戦争は終わり、ブワディスワフはサーリーを放棄する代わりに1618年の、 国境線が再度確認される結果になった。ありがとうございます。